この巣は。よーし、こっちは終わったわ。コズマはまだかかりそう？もう終わるとこだ。この調子だと予定よりも早く上がれそうだな。まさか、普段は物臭なカズマとアクアがこんなにもしっかりと働く日が来るとはな。親方にはアクセルに来たばかりの頃にお世話になったんだもの。女神として受けた恩はしっかり返さないとね。そうそう、親方のおかげで馬小屋暮らしでもどうにか食べることはできてたしな。それに今回は報酬にサービス券ももらおう。サービス？何のことだ？やだやだやだ、なんでもない。それにしてもこのセメントかなり質がいいよな。固まるのも早いし立派な壁ができそうだ。でしょ、鉱山の奥にあったっていう貴重な石がたまたま手に入ったから加工して混ぜたのよ。さあ、ちゃちゃっと終わらせちゃいましょう。久々のブレーキだし、シェリーでも誘ってご飯でも。大変です！大変なことを聞きました！なんだ？また族長からろくでもない手紙でも届いたのか？違います！私以外に、爆裂魔法の使い手が現れたかもしれないのです！この巣は。これはまたすごいサイズのクレーターだな。うちの屋敷がすっぽり入るくらいあるんじゃないか？おお！私の別荘が台無しだ！慣れだ、慣れの仕業だ！絶対に弁償させてやる！爆発で別荘が。気の毒に。魔力の残滓を感じます。このサイズのクレーターを作れるのは、もしやあの人。あ、いや、しかし。なんか嫌な力を感じるかも。ちょっとそこの人、このクレーターって何なの？え、何ですかあなたたち。今、それを調べているところなんで近づかないでください。じゃあ手伝ってあげるわ。女神であるこの私が調べれば即座に解決よ。女神？よくわかりませんが、関係者ではないなら立ち入りは許可できない決まりなんです。そんなこと言わずに中に入れなさいって。すっごい発見してあげるんだから。私も入れてください。この穴がどんな魔法によりできたのか知らなければならないのです。できた理由がわかれば帰ってくれるんですか？それなら魔法ではなく何かが落ちてきたようだと予測されて。し漆黒のパワーでしたか。ロマンです、ロマンの塊です。ちょ、メカメン、さすがに勝手に入るのは。ああ、現場を荒らしてこちらの調査を妨害するようならそれ相応の賠償金を支払っていただくことになりますよ。ごめんなさい、俺たちはこれで失礼します。ほら行くぞお前ら。もう話してください。こんなかっこよすぎなものを調べないなんて、高魔族としてのプライドが。どうしても気になるわ。このままにはしておけないし、こうなったら誰もいないわね。ちゃちゃっと調べちゃいましょう。ええ、ロマンを追い求めてこそ高魔族ですからね。ちょっとやそっとで引き下がると思ったら大間違いです。もたもたしてるとカズマにバレちゃうし、その前に。ほう、バレる前に何をするだって？な、待ち伏せしていたのですか？見損ないましたよカズマ。うるさーい、見損なったのはこっちだ。さっさと帰るぞ。ここまで来て手ぶらで帰るなど高魔族の名折れ。せめて何か一つ戦利品は。めぐみ、クレーターから出てくるんだ。それ以上やると本当にカズマが怒るぞ。はっ、尋常ならざる力を感じます。さあ、いでよ未知なる侵略者。そして我に力を。
この光り輝く玉のようなのは声が頭に響いてくるぞ。解き放たれたばかりで記憶が曖昧だが、どうやら空を飛んでいる時に不時着してしまったようだな。さあ我を求めし者たちよ、力が欲しいか。このスバ